スバルスバルカスタマイズ工房17型 s i s ズ l v 7 7 1 r は、と、バスバブル絶頂期の東京を彩った、スバルカスタマイズ工房株式会社は、2003年から2011年まで、群馬県伊勢崎市に存在した富士重工業の子会社。かつて日本のバスボディコーチビルダーのリーディングカンパニーであった富士重工業製バスのアフターサービスを目的に設立された。 自動車部門は、スバル社のカスタマイズ、バス部門は、日産ディーゼル社のアフターサービス、日産ディーゼル社及び、他メーカー社のリニューアルを行っていた。2011年4月1日付で同じく、富士重工業グループである、気流工業に吸収合併され、同社の伊勢崎工場となった。本校では、富士重工業製、バスボディを主軸に取り扱うこととする。民生デーゼル工業、 日産ディーゼルを中心にトヨタ、日産を含む大型自動車各メーカーのバス車体を仮装していた。国内シェア並びに生産数がトップで1980年頃にそのピークを迎えたが自家用車保有台数の増加に伴うバス事業の縮小とシャーシメーカーのコーチビルダー系列化で生産台数が減少して行った。 まず1997年から1998年にかけて富士重工での生産台数が少なく不採算であった三菱不走、日野自動車への仮装を打ち切る。また、同じ頃、いすゞ自動車からもシャーシ供給の打ち切りを通告されるものの富士重工側の要望で継続生産されることになった。その後、2002年1月に日産デイゼルがバス車体の仮装を 西日本車体工業に集約することを決定したため、同年5月に事業存続は困難と判断し、伊勢崎製作所で行っていたバス車体仮想事業を2003年3月で終えた。その後、ド・トラックスが2010年10月29日付で、バス車市から撤退、連鎖的に西港も同月31日付で解散している。その後は、同所の後ろ身である当社。 そして現在はその後ろ身である、気流工業伊勢崎工場で、アフターサービスを行っている。近年は、スバル製乗用車のカスタマイズも多く行っており、オリジナルボディキットをまとったインプレッサーやレガシー、往年の名車、スバル360をモチーフに作られた、サブロクサンバー等が発売された。13型、B、国鉄透明高速バス使用三菱 KMS504。 R17 型 EF バルボ連接バス、京成バス17型 E 顔の端午車比で f j 5 5 0ル n 日記スカイアクションラダーおそらく、富士重工が製造した最後のイスズシャー支社であろう、九州参考バスのナン、no. バー272、富士重工製車体を仮装したバスは、日本全国で、その導入例が見られる。ただし、仮装指定メーカーとなっていた、民生、 日産ディーゼルイスズを除くと、その分布には、偏りが見られる。1998年までは、仮想指定メーカーであったイスズへの仮想も主に、中京圏伊藤の事業者が導入していた。日野製車市への仮想は少数ながら、各地で見られるが、三菱製車市への仮想は1990年代に、入ってからは一部特定事業者のみに限られていた。なお、秀に関しては、 フルフラットノンステップなど、不自重の車体仮想撤退まで、西港では設定されなかった車種があったため、京都市交通局など、西港製車体を導入していた事業者においても、不自重製車体が導入された事例がある。また、小港鉄道のように、車シシーメーカーに関わらず4メーカーとも、不自重製車体を仮想していた事例もある。また、 富士重製車体の申請配置がなかった事業者が、首都圏の事業者などからの中古車移籍により、富士重製車体を導入する事例が近年各地で見られる。観光バスについては、日で以外に椅子と日のに仮装された例が多く見られる。特に、イスズスーパークルーザーシャーシエは、かなりの割合で、富士重が車体を仮装している。日の車についてもスーパーハイデッカーを仮装した例がある。 観光バスについては、路線バスと異なり、関西圏や九州でも火で、以外のシャーシに、富士重生車体を仮装していた事業者がある。ありがとうございます。